はい、皆さんこんにちは、ワネルギルビジです。では今回はプロジェクトホスピタルというゲームをやっていきたいと思います。でこれどんなゲームかというと、一言で言うと、病院を建設して、経営するシミュレーションゲームになっています。まあ、ちょうど今ね、新型コロナウイルスが世界的に蔓延していて、医療崩壊が叫ばれている中、ちょっとこのゲームやるのはどうなんだというご批判もあるかもしれないんですが、あくまでもゲームのお話ということで、楽しく見ていただければ嬉しいなというふうに思います。で、グラフィックはですね、今ちょうど見ていただいている画面の内容になっていて、ちょうどシムシティのスーパーファミコン版ぐらいのグラフィックになっているのかなと思うんですけど、実は、病院に関わる結構細かい設定とか、制度とか、勉強できる、学べるゲームになっているのかなというふうに思っています。で僕自身はちょっと全然病院とか詳しくなくてですね、どうだろうな、年に1回人間ドックに行くぐらいでしか出入りしたいので全然わからないですと。奥さんが一応病院勤めの薬剤師さんやってるんで、奥さんはね詳しいと思うんですけど、家で聞く話といえばですね、ほぼ人間関係の話ですね。人間関係の愚痴ばっかり聞いてるんで、病院の中のシステムとかね、どういう感じになってるのかとかっていうのももうちょっと全然わからないんで、ちょっとこのゲームをやりながらね、知っていければいいかなと思いますんで、詳しい方いればぜひ、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までね、お寄せいただければと思います。でちょっとまず簡単にですね、画面の見方、ご紹介だけしておきます。画面の左上。これがですね、ゲームモードと呼ばれているモードで、いわゆる時間を進めるモードですね。で、隣のトンカチみたいのがあるのがビルドモード。これが、建設モードです。で、経営モードというのが、実際にね、病院の中の、例えば医師を雇うだとか、物を買うだとか、そういったところをやる内容になっています。で、画面の左下行くとですね、今、救急科。続いて、放射線科。で、放射線科の中には、こういうものが必要ですよっていうのが、左上に出てます。で、同じような見方でですね、医療検査室、あとは ICU、一般外科、内科、整形外科、循環器科、神経科と、ご覧の内容がこのゲームの中で用意されている、診察できる、科になっています。で、入院とかっていうのが右側に出てると思うんですけど、入院施設を整えるにはまたいくつか条件が必要になってくると。もちろんね、受け入れする部屋も必要ですし、看護する看護師さんも必要だったりとかいう設定になっています。ではですね、実際の細かい部分に関してはプレイしながらですね、ご覧いただければと思いますので、早速じゃあ作っていきましょう。ドカドカっと大きくね、基礎を作っちゃいます。で、基礎を作ったら、まず最初に救急科。救急科っていうのは、何でも見れる、ものになっているので、まずね、救急科を選択するのがいいようです。で、壁とかはね、見づらいので、取っ払う。見た目上ですね、見えないようにする設定も用意されています。じゃあ、早速、救急科を新設していかなきゃいけないんですが、病院に必要なものとして、まず受付必要ですよね。で、プレハブって呼ばれている、もう出来合いのセットを設置することもできますし、自分で、細かくね、物を置いていくこともできます。受付とかっていうものはもう、ある程度ね、必要なもの決まってくるので、プレハブを使って一気に設置しちゃいましょう。これが受付になります。で、救急科を設置するのに、他何が必要かというと、待合室と、診察室が必要ですとなっているので、待合室と診察室を作っていきます。じゃあ診察室は救急科の診察室を選びたいので、診察室の中から、これもね、ちょっと面倒なので、ね、作っていっちゃいましょう。で、いくつか診察室用意されているんですが、値段が変わっていきます。当然、シムシティライクなものなので、お金の概念がありますというところですね。今回はサンドボックスで、フリービルドにしてあるので、お金の概念はあんまり気にする必要ないんですけども、キャンペーンモード、あるいはチャレンジモードをやるときにはお金にも気をつけていく必要があるということになります。ドアの向きとかも決まってますんでね、注意して設置していきます。受付の横にいきなり、診察室があるというのもどうなんだというのはあるけど、いいか。
ちょっと壁際から作っていこうかな。診察室。で、どうせ診察室まとめて数が必要になってきますので、こんな感じでもう3つ作っちゃいましょう。で、診察室を作ったら、診察室に対して、待合室が必要だというふうになってたと思うので、この間を待合室にしちゃいます。まあ、それすればね、待合室という部屋を用意する必要がなくなるので、一石二鳥ですね。さすがにね、待合室、病人を立たせておくのもどうなんだいというのがありますので、ちょっとベンチぐらいは設置しておきましょうと。ということで、ちょっとベンチをね、設置しておきます。ちょっと今ね、コロナウイルスで騒ぎになってますからね、間隔をちゃんと取りましょう。コロナウイルス騒ぎでね、ちょっともう、各国の著名人だったり、王室だったり、政治家だったりっていう方たちもね、ちょっと感染が出てきてしまってたりして、心配な状況続いてますけどね。ちょっと我々も十分に気をつけていかなきゃいけないのかなというふうには思いますが、だからといって、経済がね、ズタボロになっていいのかというのもあるし、なかなかちょっと複雑ですよね。で、診療所、救急の診療所を開くには、あとは、トイレも必要ですと出てますので、トイレもね、作っていっちゃいましょう。トイレも出来合いのものを用意しちゃいます。まあ、繰り返しですけど、自分で全部用意することもできますと。そしたら、病院に入れるドアを設置して、これで、あとはお医者さんを雇えば、会員できる。ね、この後ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、結構ブラジャー姿になったりする女性が出てきたりするんで、もうここはね、お医者さんはね、全員男です。今、診察室3つ作りましたので、3人雇っていきましょうと思ったら、何？残りは、いやー、いるね。トーマス・ルイス。23歳。よかったな。で、あとは受付担当の看護。ここはね、もう全員男。男のみの病院。男の病院ですからね。で、人材、斡旋してもらうと、ここにいるメンバーを入れ替えられます。お金が2500かかるんで、まあ、むやみやたらにやるものではないと思うんですけど、まあ、冒頭お話した通り、ここではフリービルドにしてあるので、男だけのね、病院にしていきましょう。こんな感じですね。で、それぞれ今担当アサインしましたけども、左側が日勤。右側が夜勤です。まあ、一旦ね、日勤だけでゲームをスタートさせましょう。こんな感じで始まります。で、壁を設置するとこんな感じですね。まあ、壁があるとよく見えないので、壁は取っ払います。では、これで時間を進めていきましょう。時間は3段階ですね。さあ、病院にね、早速誰かがやってきたと。男か。で、こいつの特性を見るには、こうやって開くと、トーマス・ホスター。で、今ね、どういう症状が出てるかというのが出ていて、それに対する、まあ、検査だったり、処置だったりっていったものが出てくるわけですね。で、これ自分で、選定することもできますし、もちろん医者をアサインしましたので、お医者さんに任せることもできるということになります。で、トーマス・ホスター、早速、明確な病気の診断ができません。いや、お前はコロナウイルスだという診断をしたいんですけど、できないので、これを見ると、ちょっと画面小さいので、お話するとですね、放射線室が必要ですという案内が出ています。なので、じゃあ今度は放射線室を作りましょうというフェーズになっていくわけですね。じゃあ放射線室はというと、放射線科の中で、この X 線の検査室ですね。これを作ってあげると、まあ、放射線のね、検査が受けられますよという話になります。なので、じゃあ早速放射線室作っちゃいましょう。フリービルドですからね。で、放射線室には待合室と、あとは放射線の、まあ、技師さんが必要ですというふうに出てくるので、じゃあ技師を雇いましょう。
で、待合室も必要になるので、またね、待合室を作っていきます。放射線の待合室。向きをちょっと変えて、こんな感じでいいかな？もっと。こんな感じでいいですかね。で、ここにもね、一応ね、立たせっぱなしというわけにもいかないので、ベンチを作っておきます。はい。これで、放射線室が一応、開局できるという状態になったわけですね。これでじゃあ時間を進めていきます。一応ね、こういうふうにちゃんと人を呼んで診察室に入れていく。まあ、看護婦さんが本来ね、人を呼びに行ったりするのかなとは思うんですけど。で、トイレも設置しましたしね。ウォーターサーバーもあります。で、放射線、おっと、放射線科医、お医者さんがちょっといないかな？夜は。まあ、ただ、今夜は特にいい診断をする予定は今のところないのでね、この状態でちょっと様子を見ましょう。こういうね、すっぱだかにさせるんで、じゃあ上半身今、サクッと。いや、ここ男ばっかりの病院だから男ばっかりしか来ないわ。マジか。男しか来ない、男専門病院だな。あれ？これは上司じゃないか。上司はおばちゃんだな。おばちゃんだわ。で、一応あとはですね、用具入れとか、あとですね、保険会社から補助金が出たりしますね。ミッションを達成していくと。保険会社さんに、斡旋をしてもらうこともできますと。で、お金をね、治療を終えるとお金が入ってくるので、このお金で、病院を大きくしていくというゲームになってます。で、他作れるもの何があるのっていうとですね、結構多くて、せっかくなんでちょっと皆さんにご覧いただきたいんですけども、まずプレハブから見ておくとですね、まあ、例えば MRI の検査室、CT の検査室とかね、スタッフの休憩室もあれば、清掃用具入れもあるという感じです。まあ、せっかくなんでじゃあ、スタッフの休憩室作りますか？こんな感じで。こんな感じですね。あとは清掃、用具入れなんかも、設置することができると。こんな感じですね。で、清掃用具入れに人を入れるにはまた人を雇う。ここも男だ。で、その他見ておくと、血液検査室、微生物検査室なんかね、あったりします。もう本当に多岐にわたる病院の、まあ、必要な部屋、医療システムなんかがここで見れますね。あとは医師のね、待機室、ナースステーションとかもあります。ちょっとナースステーション作るか。この際。ナースステーションは欲しいもんね。これね、今、フリービルドなんでバンバン作ってますけど、これでやっていくとね、本当にお金がすっからかになりますんで、実際にやるときはもうちょっと慎重に、かつ必要なものだけ買うっていうね、運用にした方がいいと思うんですが、まあ、こんな感じになりますと。はい。では、ちょっとまた時間を進めてみましょうか。で、休憩室でね、用務員さんが、ソファーに座って休憩したり。あとは個性がね、一人一人用意されてたりします。彼、ブレイザー・ヘルナンデスだと眼鏡。あとはね、電水して仕事に遅れてくる人とかもいますね。で、これは、従業員だけではなくて、患者さんにも一人一人個性が設定をされています。そしたら、今度は外科かなんかを作りましょうか。外科。外科も作ろう。外
外科もこの際、2つ作っちゃおう。で、外科を作るにあたって待合室が必要になるので、待合室をまたこの間にね、作りましょう。作ったら、ベンチ。ちょっとベンチ以外のものもなんか置いてみる？たまにはね。まあ、ベンチは当然必要として、そうだよな。よく病院の待合室ってさ、テレビ置いてありますよね。人間ドックで行った時まで待合室にね、テレビがよくありましたね。で、どうしようかな。ウォーターサーバー、ラジオ、テレビ、ロッカー。そうだな。このあたりに大きな待合室作って、ここにテレビを置くっていうのが、なんか良さそうだな。よくありがちなね、設計ですよね。ちょっとそういう設計にしよう。まあ、凝り出すとキリがないといえばキリがないんですけど、ちょっとせっかくなんで。はい。そしたらちょっと、病院の受付の前の雰囲気を作ってみました。こんな感じですね。あとですね、じゃあ、外科に、先生を入れましょう。ここも、完全に、男のみ。そういう病院ですからね。これで、外科も、動きが始まりました。で、ちょっと今まだ、そういう運用はしてないんですけども、救急車とかももちろん買うことができて、救急車による運用も可能です。で、冒頭話した通り、入院するために2階建てにしたり、3階建てにしたり、4階建てにしたりっていうね、大型の病院にすることもできて、その場合には、もちろん、エレベーターとかね、そういったものも設置ができるということで、かなり自由度が高くて面白いですね。まあ、時間がいくらあっても足りない、そんな感じのゲームになってます。ちょっとこのまま、ぼーっと見てきても楽しいんですけど、まあ、せっかくなんで、他ね、どういうものが作れるかっていうのをざっとお見せしておきたいと思います。まあもちろんその医療機器で必要になってくる MRI の装置とかね、さっき MRI 室っていうものを丸ごと置くこともできたんですけど、一個一個自分で調達する方が安かったりします。まあ必要最低限のものだけを、まあ購入して解説するという意味では。あとテレビ、今置いたテレビだったり、コーヒーマシーンとかね。そういうものもあります。で、あとは、装飾品としてはね、ちょっと、必要かどうかは別として、サボテンを置いたりとかね。そういうこともできますし、オブジェとして庭に木を植えたり、花を植えたり、そういうこともできます。なので結構細かくね、作れたりするので、まあ、好きな方はたまらないんじゃないかなというふうに思いますね。お、X 線の検査してるな。ほんと、若い女子が来ないな、この病院は。男しか働いてない病院だから男しか来ないね、この病院。もうね、今、看護婦さんみたいな言い方もしないみたいですからね。看護師さんと。何、受付に誰もいない。こんなことがあっていいのか。トイレにもね、こうやって入ったりするんですよ。で、時間の進み方の概念も、今14時なんで、あれなんですけども、日勤が終わったら病院が閉まって、夜の間誰も働かない時間が、あったりしますね。で、もちろん夜ね、開局することもできます。で、入院とかさせていくと本当に病院の経営の話になっていくと思うんですけど、単純に、病院をね、作って楽しむっていうだけだったらこれだけでも十分楽しいのかなと。まあ、コロナ専用病院にするんだったら救急科、まあ、感染症科っていうのがないので、内科なのか、
コロナウイルスって言ってみれば風邪みたいなもんだと思うので、まあ、内科なんですかね、普通の人が。コロナウイルスだと知らずにかかる場合、まあコロナウイルスかもしれないと思っていく場合にはもう今だと感染症、おっと、ここに女子がいるじゃないか。この女子の裸を見たわけだな、こいつは。ちょっとこいつ、見ましょう。ケイシー・ジョーンズ。特性。夜行性。夜勤でより効率的に働けます。よし、お前は夜勤に回してやろう。この後お前は夜勤入りだ。で、この女子は、ダナ・アンダーソン。41歳。軽業師ってなんだよ。軽業師って何？ちょっとなんか捻挫したり、単純骨折したりっていう症状が出てるわけだな。軽業師なだけに。いや、ちょっと心配だね。今12人来てますよとかっていうのがこの画面の左下に見えたりしますね。外科がちょっとあんまり機能してない感じがするな。外科ってもう開局して機能はしてるでいいよね。してますね。まあ、こんな感じでどん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 病院をまあ大きくしていくと。で、空いてる敷地にはね、ベッドを建てたりとか、それこそ入院室とね、病棟を建てたりとか、まあそういうこともできますし、あとは2階3階と、まあ今1階しかないんですけども、2階3階と建てていくこともできたりしますというプロジェクトホスピタルというゲームのご紹介になります。ちょっと次回以降はですね、ミッションモードなりチャレンジモードなり、プレイしていこうかなというふうに思います。で、病名をね、診断したり、まあ、そういうこともできたりするので、まあ、ちょっとそのあたり皆さんのね、お知恵というか知識とかもお借りしながらですね、ゲームの方はしていければいいかなというふうに思いますので、ぜひこの後でこのプロジェクトホスピタル楽しみにしていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。